京都に古くからある有名な魔界の一角がある。葬儀の列が通りかかった時、その王冠に納められていた死人が生き返ったという話や、鬼の腕を切り落としたなどという話がある場所だ。この周辺にはこれまでおぞましい事件が起きていた。興味を持った我々は詳しく調べてみた。すると、この橋に鬼が住み着いているという噂話にたどり着いた。それを確認すべく我々は夜を待った。深夜2時、いよいよ調査に取り掛かった。我々は橋の周辺を探索することにした。その結果、衝撃的なものを撮影するのに成功した。お分かりいただけただろうか。もう一度ご覧いただこう。やはり噂話は本当だった。